中村グミさん、スパチャありがとうございます。こんだけアメリカで盛り上がってくれると、渡辺の右手のシュートが不安です。まあ、今日もカッティングからね、ありましたね。合わせはすげえ良かったんだけどね。戦術的にもシェアするか。これね、今日あったカッティングは、セスがスクリーン、マーキフのスクリーン使ってドライブして、で、マーキフ・モリスがポップアウトして、で、セスに2人くっついてるから、まあ、マーキフがフリーになる。で、セスはそこにパスをして。まあ、マーキフもスリーポイントパーセンテージ高い選手だから、あんまり打たせたくないよねっていうので、ローテーションが行われるんだけど、まあ、このタイミングでね、隣にいる渡辺が、ローテーションした人の間をくぐり抜けてカッティングすることで、いい位置でね、パスがもらえてっていう。まだ合わせ自体はすごい良かったんだけど、その後のシュートが、えーいっつって。もうこれもだから、今中村さんが言ってる右手のシュートだよね。戦術的にはね、100点満点の合わせなんだけど、やっぱこの右手のイージーシュートを、やっぱ今後はね、もっと確率よく決めていかないと。っていうのはまあ、確かにあるっちゃありますね。だからまあ、前回が20点取って、えぐいってやって、まあ確かにえぐかったですと。で、ただ、じゃあ100点満点の出来だったかって言われたら、まあ個人的にはまあ70点ぐらいかな、みたいな話をね、前回もしたと思うんだけど、まあじゃあ今回何点ぐらいだったかって言われると、まあ、俺の中では80点ぐらいなのかなっていう気はするかな。で、結局前半なんよな。4ピリ、なんだろうね。4ピリめっちゃ爆発せん？渡辺って。なんだろう。追い込まれてゾーンに入るタイプなのかな。前半だけで言ったら、正直前回も50点ぐらいの出来な気もするし、今日も60点ぐらいの出来なんかなとかね。まあ、さっきのレイアップのミスもそうだけど、やっぱヘルプディフェンスでのミスも結構多くて、まあでもやっぱ今日の試合はまあヒーローインタビュー受けるぐらいだから、まあ、前回よりは活躍したと思うし、まあ、実際に俺の中の個人的な評価もすごい高いんだけど、ただじゃあ今日の試合でようやく100点満点だったかって言われると、やっぱもうちょいできるよなっていう気持ちはまだあるよね。よくヘッドコーチ出してくれたよな。いや、だから本当ね、それが信頼を物語ってるよな。信頼されてるんだなっていうね。前半悪い選手はやっぱ後半出しづらいけどね。終わります。お疲れ様でした。